こんにちは。そんな迷惑そうな顔しなくても。迷惑なんです。友達が来たのに。327万円でございます。3時までだったわよね。待ってる。私は用はありませんから。3時って不思議な時間よね。昼でも夜でも夕方でもない、どこにも属さない自由な時間。私一日で一番好きな時間なの。さようでございますか。私には洗濯物を入れて夕食の支度をしなきゃってうんざりするだけの時間です。夕食の支度なんて5時に戻ったってできるじゃない。あなたそんなに容量悪いの。ありがとうございました。待ってるわね、さわちゃん。